どうも、チャックバスです。今私はですね、横浜桜木町に来ておりまして、今ランドマークタワーのね、見えますの前にいまして、本日はですね、皆さん知ってますか、ヒルトンのバケーションクラブの説明会っていうのをですね、先日中国国際航空でですね、ラウンジで、ヒルトンのデスクに行くと粗品がもらえるということで行ってみたらですね、そちらの案内でなんとですね、その説明会に、まあもちろん無料なんですけども行くと、なんとですね、ハワイのホテル3日分の宿泊券が無料でもらえるということで、今回ね、その説明会に来ております。まあそれがどんな感じなのかっていうのをね、今回レビューできたらなと思って行きたいと思います。それでは行きます。すいません、あ、持ってます、すいません、入り口で迷っちゃって受付の人にお店を探してもらって、ごめんなさい、遅れちゃいました。行ったことないんですよ。じゃあこれからですね。そうです、うん、海外はニューヨークばっかり行ってますね。ニューヨークがお好き？ニューヨークが大好きです。え、なんでなんですか？なんでですかね。
くとこれをしたいからとかこれ見たいからとかっていう、まあもう完全に僕のターンのパワースポットになってるだけです。あ、じゃあもう本当にこう感覚的にじゃないけれども気に入ってるっていうところで大好きなんですね。で今ね説明会が終了しました。時間にして1時間半ぐらいですね。詳しい内容についてはね、この後もう一度書類で広げて説明させていただこうと思いますので、そちらをご覧いただければなと思います。それではね、自宅の方に戻ってきましたので、今回の、ヒルトンクラブバケーションズの説明ねしていきたいと思います。でですね、このバケーションズオーナーシップっていうのは、まあ、今回の説明会でこのホテルの一室ですよね、それを、1年間を週にすると5週2週なんですけど、その1週間単位で購入するというものですね。で、購入できるのはまあ好きな分だけ購入できるんですけども、週単位で所有するシステムとなっております。で、購入すると、まあ、所有権とかね、不動産登記とかされるんですけども、この購入することによってヒルトンオーナーズポイントってあるじゃないですか。普通にヒルトン泊まるともらえるポイント、それとはまた別のポイントがもらえるというものですね。で、この購入したものに対してこのポイントがもらえて、もちろんこの購入した物件に泊まるのもいいですし、そのポイントを利用して他のねホテルに利用するということもできます。ではね、実際にどういうホテルに泊まれるかって、ホテルですね、泊まれるかというと、こういう感じでねキッチンがついているようなホテルとなっておりまして、まあちょっとねこの写真には出てないんですけども、まあ、キッチンとあと洗濯機、乾燥機とかね、そういう長期滞在向けのホテルとなっているそうですね。まあこういう部屋を1週間単位で購入するというものになっています。それですね、ハワイだけではなく、もうズームしていきますね、まあ世界各国まで言わないんですけども、まあねアメリカの企業ということで、まあアメリカが一番多いんですけども、まあねいろんなところにこのヒルトンオーナーズのねホテルがあって、先ほど言った、購入するともらえるポイントでね、この世界各国のホテルにも利用できるというふうになっております。でですね、この宿泊タイプなんですけども、まあこの固定収っていうのは、まあお盆とかね正月とか決まった時期に、まあ利用するのが決まってるという感じですね。下は、好きな時に利用を入れて、予約を入れて利用するタイプというふうになっております。で、残念ながらですね、この予約方法が3つあるんですけども、この上はですね所有しているところに、予約する場合ですね、手数料かかんないんですよね。ですがこの先ほど言った通り、いろんなところに宿泊できるって言いましたよね。その場合3泊以上で、このインターネットだとまあ8000円か8500円か微妙なところですけど、手数料がかかるんですよね。でさらに、もう一個下にもオープンシーズンということで、こちらはまあ明日以降1週間後行こうみたいな感じで予約する場合、まあ現金のみになるんですけども、まあ、こちら手数料かかんないですよね。ですけども、まあ自分が所有してないホテルに利用する場合は、まあ基本的にこのホテルはですね予約するだけでお金がかかるというふうなシステムになっております。でシーズンがありまして、この表全部紹介するのは多分不可能だと思うんですけど、まあオンシーズンとオフシーズンみたいな感じの括りがあるということだけ押さえておいてください。で実際のポイントですね。で
まあ、この5って書いてあるのがこの上の方がまあ上位クラスのホテル、まあ、こっちが下位クラス、まあ、下位クラスっていうわけじゃないんですけどこっちはまあ上位クラスって言ってましたね。で、1LDK となっておりまして、まあ、ウィークデーだと、4泊で4泊、1泊ですね720ポイント、金土日が1440ポイント、1週間で7200ポイントで宿泊できるというふうになっております。で、下位クラスのホテルだと、まあ、ウィークで480ポイント、週末960ポイント、1週間で4800ポイントというふうなポイント数でね、宿泊することができます。で、まあ、さっきこのポイント7200、4800とか言ってますけども、じゃあ実際にね、購入する前提で、まあ、いくらポイントがねどのぐらいもらえるものかっていうね、こちらもう見積もりまでね今回出してもらいましたので紹介していきます。まずまあ購入するのがラスベガスのストリップというところですね。で、隔年プランで、この隔年プランというのはどういうことかというと、このポイントがもらえますよね、7200ポイント。まあ、私の場合今回見積もりいただいたのが3400ポイントなんですよね。これがこのポイントが隔年なんで2年に1度だけ3400ポイントがもらえるというプランでして、で、購入価格はまあ約200万ぐらいですね。で、1LDK の、キッチンとかね洗濯機とかついている部屋で、年間のランニングコストがまあ10万円ぐらいですねがかかるということになっております。で、この3400ポイントが隔年ということなんで、まあ、もうね説明していただいた後にちょっといろいろ変わりたんですけども、今年2019年3400ポイントもらえますよね。で、2年目はもらえない、で、3年目また3400ポイントもらえるということになってます。で、このもらえない年に利用したいときはどうするかというと、まあ、ここの2019年でもらって使って2020年使いたいっていうときは2020年の前借りみたいな感じですることができるそうです。で、この200万ぐらいの購入価格プラス年間の維持リスがまあ10万円ぐらいとなってますよね。で、ここにクラブ年会費ってのありますよね。これがですね、2019年年間のポイントがもらってるんで、先ほどのこの10万円がねかかります。2019年、2020年はポイントがもらえてないんでこの金額はかからないですね。ですが維持費ということで2万円ぐらいの維持費がかかります。ですので、このポイントがもらえるもらえないにかかわらず絶対2万円ぐらいかかるんですね。で、もらえる年は10万円かかるということですので、まあ1年間っていう意味で、まあ1年間で、まあ、ここで10万ですよねがかかるということですね。どうしても、まあこれはこちらがランニングコストとなった感じですよね。で、まあこのプランで購入するとなると、で、実際の見積もりがこちらになります。で、まずまあ200万ぐらいですね。で、登記費用で6万円ぐらいかかりますよということで、で、頭金で 10% 入れてくださいということで、まあ、基本的に皆さん10年で組みますから、まあ、10年間でね見積もり取ってますけども、120回払いで、まあ、月々の支払いが3万円ぐらいですね。255ドルなんで、まあ、ざっくり日本円計算してますけど、ということはですね、まあ、月間絶対3万円かかる、これは絶対かかっています。で、さらに先ほど言ったランニングコストですね、こちらがかかってきます。ということは1年目この2つがかかってきますよね。まあ、もちろんこの登記費用もかかって、まあ、6万16万、で3万円、まあ初年度は20万ぐらいかかるということですね。で、2年目はですね、これかかんないですね、ポイントもらえないので。
ですけどもこれはかかりますね。でまあこれはもう2年目以降ないんで、2年目はこの3万円毎月払うプラス先ほど言った、クラブ年会費っていうものが発生します。2万円、まあ、これ月々これが3万円ですので、で先ほどねクラブ年会費が2万円っていうことなので、まあこちら3万円なんで年間で36万円かかりますよね。プラス2万円なので38万円、ポイントがもらえない年は38万円の年会の支払いで、ポイントがもらえる年はさらに10万円プラスで、まあ48万円、月々3万円で36万円ですよね。プラス10万円ですね。まあ40万いかないぐらいですかね、50万いかないぐらいですねは必要というふうになっております。でこのポイントはね、最終的にじゃあホテルで利用できなかったらどうなるかっていうと、まあ国内で利用したりとか、先ほど言った通り違うところでね利用したりすることもできますし、まあ日本国内のねリゾートでも利用できるというふうになっています。で JAL マイルにね交換も可能ということになっています。ちょっとねレートはねわからないんで、ちょっとどのぐらいなのかっていうのはわかんないですけども、そういうふうな使い方ができます。どうですか、まあまあな金額ですね。まあ今回ねこんな感じの説明をしてもらいましたので、サクッとね紹介させていただきました。ではですね、最後に、今回の、説明会のね特典ということで、ハワイの宿泊招待状をいただきました。で泊まれるホテルは、オアフ島のヒルトン系ホテル、ビッグアイランドハワイ島のヒルトン系ホテルとなっております。でスタンダードルーム3泊ですよね、まあ、3泊ですので、まあ、3泊分がもらえるということですね。で注意事項なんですけども、こちらです。この招待状の発行日より60日以内に予約が必要となります。だから私は今日6月18日19日に予約したので、まあ2ヶ月以内に、大体ね予約しないとこの宿泊券はね失効するということですね。で、で宿泊期限、まあ予約するのは、2ヶ月以内なんですけども、宿泊期限は12ヶ月以内となっておりますので、まあね、まあ、今から1年以内ってにハワイって考えれば、まあ、そんなに難しいものではないですけども、予定を組まなきゃいけないっていうところだけね大変かなと思います。まあ、特にはですねここに電話してくださいとかありますけど、まあ、他にはそんなに縛りもないかなと思います。であと、ヒルトングランドバケーションのお食事券ということで、まあ、こちらは1万円以上の利用で、お食事券として2000円分割引は受けれるというものなので、まあ1万円で2000円ですので絶対8000円はかかりますので、まあなんか記念日とかねそういうのに合わせてね利用する分にはいいかなと思います。いかがだったでしょうか。今回はね、クラブバケーションズタイムシェアのね説明会に行ってみたという動画でしたけども、いやねこちら1時間半の高速で、ハワイの宿泊券無料宿泊券が3泊分もらえるということですので、まあ興味のある方はねぜひ行ってみてはいかがですかね。ハワイのホテルもスタンダードルームとはいえまあまあ値段すると思いますんで、まあフライングホルモンもね ANA で、ハワイね就航したということもありますので、まあ今回これを利用してね行けたらいいんじゃないかなって個人的には思います。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。